やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。ワクチンの交差接種について占いたいと思います。アストラゼネカ×mRNA ワクチン、ちゃんぽんしたらどうなるか。はい、基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法はですね、動画概要欄とかツイッターに書いてありますので、よくご覧になった上でお申し込みくださいませ。はい、ニュースを読みます。河野さんが、フジテレビの日曜報道ザ・プライムに出演して、1回目と2回目で異なるワクチンを打つ交差でいいんだよね。の接種の是非について政府内で検討していることを明らかにした。今、厚労省に対して1回目はアストラゼネカ、2回目はファイザー、あるいは1回目アストラゼネカと2回目モデルナという交差接種をやってもいいのかどうか、見解を出してほしいというお願いをしているところだそうです。これによって、ワクチン接種の加速化につなげられないかどうか、政府内で検討している。そうです。あとね、プラスなんか、アメリカのノババックスっていうのがあって、それは季節性インフルエンザとかと同じ、組み換えタンパクだっけ？なんかそういう、これ、ファイザーもモデルナも、アストラゼネカともちょっと違うタイプのワクチンも、高齢者の3回目にやろうとしてるみたいな。それはまあ別途占おうかなと思ってんだけど、はい。ということで、で、Yahoo のね、Yahoo コメントを見ると、まだそれって怖いんじゃないの？みたいな意見が多く出ておりますけれどもね。皆様どうですか？私はなんか交差な別のものを打つのが怖いっていうより、アストラゼネカが怖い。血栓が起きるって言ってるじゃん、もうね。だから40代以上って言ってさ、で打ってばいいみたいな、やめてよみたいな。40代だけど、ちょっと、打ちたくない。アストラゼネカ打てって言われたら私嫌だな。ファイザー、モデルナはいいよって。まあその辺のなんかさじ加減とか好みもまああるだろうけど、個人的にアストラゼネカはちょっと遠慮したいなみたいなね。まああくまで個人的な玉木のあれだけど、それでも打ちたいっていう方もね、いるかもしれないけど、血栓飛ぶの怖いなとか。個人的にはちょっとこう、なんか交差する、違うのっていうか、これ自体が私ちょっと、どうしよう、怖い、みたいな感じはある。うん。で、河野さんが想定してるのはこれだけど、メッセンジャー RNA 同士、ファイザーとモデルナをちゃんぽんしたらどうなるのかみたいなのもちょっと見てみようと思います。こういう時が来るかもしれないしね。もしかしたら。どっちかが生産ができなくなって、どっちかがめっちゃ余ってるんですみたいな感じになって、これも将来的にあり得るんじゃないとか思ったりしてね。うん。はい、見ていきます。では、アストラゼネカとファイザーの組み合わせ、効果と安全性は、まあね、これもあくまで占いだし、一般論なので、人によって個人個人違うと思います。なので、個人鑑定でもね、受け付けてるので、私打っていいですかみたいなのを、今までも受けてきたので、あくまで占いです、本当に。はい、ズバッと出ました。よかったね、でも。死神と悪魔は逆のカードだった。だから、効果はね、あると思うよ。環境はよくわかんないけど、ここだけ悪かったけどね。とりあえず、すっごい危ないんじゃないかみたいなのは、交差させることによってね、の危なさみたいなのは出なかった。ね、戦車、死神の逆、月の逆、まあ、この世界の逆だけ、環境だけ悪いけど、可能性太陽、最終結論悪魔の逆。この辺なんか、死神の逆も悪魔の逆も何か、こう、より良くなるみたいな。だからアストラゼネカの効果がね、何パーセントだっけ ?50% とかだっけ、なんか低いんだよね。それが、ぐーんって上がるんだろうな、みたいな感じはした。とりあえず、めっちゃ危ないみたいなのは出なかった。こう。あくまで占いなのでね、自己判断でお願いし、ね、自己判断っていうか。じゃあ、アストラゼネカとモデルナ。もう、モデルナの異物の正体を早くなんとかしてほしいんだけど。ちゃちゃってわかんないもんなのかね、調べてね。ちゃちゃってわかりそうなもんだけどね、わかんないのかな。
はい、ズバッと出ました。アストラゼネカとモデルナも怖めのカードがここに出たね。女帝の下降背景にタワー、何かあるかもしれない。こうさ、接種始めた直後とかになんかあるかな。特に女性気をつけてほしいなね。でもそれが過ぎるとこれもね、死神の客なんだよね。だから最終的にはこのアストラゼネカの効果の低さをグーンってこうアップさせる力みたいな、なんか効果はあるんだろうね。ファイザーもモデルナもあるだろうけど、ちょっとモデルナの方でトラブルに注意みたいな感じかな。節制、水でも飲めば防げるもんなの、血栓。どうなんだろう。じゃあファイザーとモデルナ、メッセンジャー RNA 同士、これをちゃんぽんってどうなんでしょうね。ファイザーとモデルナを打つ、こういうのって治験とかしてんのかな。別のメッセンジャー RNA 同士を打つみたいなのは想定してないのかな。ズバッと出ました。ん？フールって何？フールって新しいなんか、何かが、新しい効果が生まれそうな、なんだろうね、これ。なんだろう、戦車の逆、止まるか暴走するか、何かが暴走して、でもポジティブなんだよ。これだとね、逆位置だと怖いなって思うんだけど、ポジティブな新たな効果が生まれちゃうみたいな、なんだろうね、そんな感じ？新しい効果ってなんだよ。とりあえずでも、メッセンジャー RNA 同士、ファイザーとモデルナのチャンポンも、これを見る限り、まあ近い将来のこの接種の逆だけ、ちょ、怖いけどね、なんかの流れが悪いみたいな。だけ、あとは大丈夫そうよ。混ぜること、そうね、今回占ったのは混ぜることに対する安全性とか効果だけど、混ぜることに関しては、アストラゼネカとモデルナだけちょっと何か起きるかもしれないけど、効果としては良さそうです。はあ、はい。ちょっと個人的に知りたいんだ。いつかなんかそういう時が来そうで、これ個人的に占うね。一般論じゃなくて、もし、玉木が、ごめんね、自分の個人鑑定みたいになって。玉木がアストラゼネカを打っても平気ですか？この同年代の女性たちの参考になれば。玉木がアストラゼネカのを打っても大丈夫ですか？ 40 代以上はアストラゼネカ、ね、若者は打っちゃダメとか言ってるけど、でも、アストラゼネカに対する恐怖は私はある。ズバッと出ました。怖い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 。超怖い。超怖い。うわ、これは打ちたくないよ、ちょっと。そうね、な、打った瞬間と近い状態はいいんだけどさ、私の立場が星の逆を背景に死神みたいな。怖っ。なんか、むちゃくちゃ怖。環境も、取り巻く環境も悪魔みたいな。もうこの過去のタワーもなんだろうね。わかんないけど。戦車の逆で女強子の逆でしょ？私どうなっちゃうのみたいな。怖っ。なんか嫌な予感しかしない。やっぱアストラゼネカ。不安。不安につきまとわれるみたいな感じ。やだ。アストラゼネカ、さあ撃ってこいみたいな。アストラゼネカしかないんだみたいな状況になったら、私はそれは、ちょっと、うんって感じだな、この結果を見ると。あくまで今、私個人を占ったからね。うん。個人個人、それぞれ占ったら違うかもしれないけど。まあね、そう、男性女性年齢、ね、それぞれの体質とかにもよると思うけど、はあ、ちょっとこれ見ると、うん、やっぱアストラゼネカ、うん、うんって思っちゃった。はい。では、交差接種について占いました。いかがだったでしょうか。はい、皆様お体に気をつけてお過ごしくださいませ。あ、ね、いつ終わるんだろうね。なんか娘がさ、ね、まだ保育園年長さんなのにさ、ね、ママ昔に戻りたいよ、昔に帰りたいよって言い出して、何言ってんだ、あ、なんかあなたが昔に戻ったら赤ちゃんだよみたいなね、赤ちゃんになっちゃうよって言ったら、
コロナのない時代に戻りたい。コロナのない時に戻りたい。コロナがなくてディズニーランドとか旅行とかいろんなところに行きたい。もう出かけられなくて暇だよ、つまんないよって言ってて、ああ、ごもっともだよ、本当だよねって思って。ね、子供、まあ、大人はまだ我慢できるかもしれないけどさ、子供は本当ね、つまんないだろうな、辛いだろうなと思って、切ない気持ちになった玉木でございます。早く終わってほしい。では、じゃんけんきました。まーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。